1日水曜日、こんにちは、みっちょんです。で私は今、伊賀梅の忍者フェスタの会場にお邪魔しています。じゃあ、行きますね。1投目です。おあ、すごい。30秒です。すごい濃厚。ちょっとね、コクが出てるんでしょ。ほうじ茶の香りが。あ、ほうじ茶ですね。お茶も触ってないから安心してください。ちょっとペッてやってしてませんから。はいはいはい。いや、あの想像のほうじ茶よりもすごく濃厚で。ただしね、これね、もう女房はそうやってせんなので、土日しかしてないんです。土日限定なんですか。あのね、他の日にしようと思うねんけど、これ。煮詰めてしてるのに時間がかかるので。そうですよね。はい、実際に会場の中を。そうですね。どんな風に変わったんですか。これ初めての試みなんですけど、毎年ね、来ていただく方にいろいろアンケートを取るんですけど、特に要望が多かったのがこの水風呂。小学2年生なんです。小学2年生の、そうですね。はい、最初は2、じゃんけんぽい。おめでとう。受ける。そしたらお姉さんには忍者の食べ物かかやきと手裏剣と。ありがとうございます。